ちゃん消防隊です。どうもアンテナよしテレビよし俺三井よしですね。なんかね書いてあるんですね、シュワッチさんね。アンテナよしなんなんやろね、ラジオやのね。でテレビよしってなってるからね、俺三井よし。それしかなかったわ。いやいや、なんかないですよ。これがなんかこうビビッとなんか電波を捉えたというかね、逆に。逆に僕の電波、まあいいじゃないですかね。まあいいですよ、別に。思い出しました、松本さん。何か選手、僕が言おうとして、もうちょっとチャドの話。ああ、もう気持ち悪いみたいな。あのね、びっくりしもうて、こんなんわかんねえと思って。僕ね、そんなんあんまり見ないんですけど、あの金スマ、森進一さん特集があったんですよ。あったのは知ってます。これでね、もうそこはもう何度こすんねえぐらい、なんかあの人がレコード大賞かなんか受賞して、おふくろさん歌ってんだけど、寒いとこなんかがもう感極まってモテるから。おふくろさんにはそこはない。あ、寒いじゃないか。どこ？あ、どういうとこやったっけ、おふくろさんって。おふくろ、空を見上げる。お前もそこの盛り上がりで、もうごっつい顔なってんだよ。もうね、この辺もあると思わねえぐらい顔で、あったね。で、このマイクも右へ左へ前へ後ろへ動き倒してんだ。あれをなんであそこに流さなあかんと思って、あれね、あれは悪い番組やで、あれは。みんなこう、なんかお父さんでね、森さんのお母さんが亡くなられて、でそういうなんか悲しい話からの流れで、おふくろさんの歌に行くんだけど、でレコード大賞取ったシーンを、まあ、4曲流してるわ、こすって。そのシーンばっかよ。うわーいとこ。そのワイプ抜かれてんねん、みんな。絶対に笑わなあかんのかやねん。そうやんな。絶対におもろいもん。びっくりしておもろいね。中井くんも全員、クラッと顔を押さえて。あれ暴力やで、笑ってはいけないやで、あれ。俺ようみんな頑張ってたなぁ思って。ベッキーも全然笑わず、ずっとかわいそうな顔で見てて、それを。まあ我慢してんのかな。あの森さんのおふくろさんはびっくりしたね。俺覚えてる、あのね、小学校の時にね、家族全員で紅白歌合戦を見てて、だから俺ほんま子供の時や、それで森進一が、まさにおふくろさんで、うわーって言った時、家族全員で爆笑してたの。爆笑やろ。俺ね、そりゃみんなモノマネの人やったはずやもんね。あんな顔やったっけと思うぐらい。そうやな。確信犯やね。ほんで今はあれちょっと抑えてるで、あれ。そうやね。でモノマネの人と同じぐらいやってるもん、あれ。なんか覚えてますよ、なんかね、バンガさんみたいなの持って歌ったことがあった。うわ、なんかね、ごっついね、なんかそれの時がもう一番ひどくて、いやこれもうこれはガン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 と思った。舌がもうマイクに巻きついてましたからね。で僕が戻ってもう一回巻きついて。いやもうあんなあかんで、びっくりした。俺このシーン流すか思って。ああ、そうですね。まあある意味面白かったですね。だからああおもろい、これ思ってやってるとおもろい。中井くんもよう笑わんなこれと思って。え、それをあなたは気持ち悪い。いや気持ち悪い。よう自分覚えて。いやもうびっくりしてもうたんや、その歌い方に、この映像に。どぎも抜かれて思ったんや。でもほんまに何しや、このラジオではちょいちょいやっぱ森さんのことを。そうなんや、ちょっと森さんのことをちょっとね、あ、悪いように取られたかなと思って。大好きなんですよ。俺と一緒にせんといてや。俺も言うてるみたいな。俺聞いてんしかなくて。僕もそうです。僕もだから全然そんなことないんですよ。僕も森さん大好きなんで、そういう意味じゃ同じところに立ってるというか。あ、だと森さんのファンなんですよ。そうです、もちろんそうです。なんかじゃあ買ったことあるんですよ、なんか。襟裳岬。はい、ありました。あ、すごい。だからもうちゃんと森さんのを買ってるわけですよ。印税がいってるわけですよ、森さんにね。だからそういうことはちょっとぐらい言うてよしなんですよ。あ、まあでも印税よしなんです。印税以上のバカに仕方をしてます。バカにはしてないやんか。バカには一切してないやんか。ちょっと、ね、待って、それはなんかちょっとデニーズの件なんてクソみそでしたからね。デニーズはちょっとね、俺もあれは見たあかんも見たなと思うのはあったです、松本さん。はい、まあいろいろありましたけどね。いや、紅白
君もすごかったですね。だからそういう意味じゃどういうことですか。森さんもそんな出ておふくろさん歌って全く見てないですね。あ、もうちょこちょこしか見てませんけどね。紅白を見る人の気は知れないんですけどね、僕は。なんか今年なんか久々に良かったんでしょ。40いくつ出てね。見ますかね。僕は撮ってあるんで、1週間分それ見てて、ああこんなんかーと思ってちょこちょこちょこっと見ましたけど、全く興味ないですね。僕も別にそんなにね。何よりその